ど、じゃあいざ正確に読めてるか訳せるか書けるかってなると、やっぱそれは難しいわけ、ね。また別の問題ですよね。うん、国立の記述に入る段階では記述の練習以外の新しいことはできなくて、はい、やんなくて済むように。武田塾チャンネル。今日何やるかっていう話なんですけど。何の科目ですか今日は。古文です。古文、おー来た古文。数学にしろよって声が聞こえてくるんですけどあの数学はね、はい、なんか理系科目はそれはそれで別企画をちょっと今、はい、考えております。まあ、現代文と、ね、並んで難しい古文の、ね、はい、勉強法をやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、ここまでで私立の古文は大体終わりました、はい。うん、で国立の古文の話に次入っていこうとは思うんですけど、はい、国立の古文はちょっとその読み方の部分でも話したとは思うんだけど、はい、正確に読まなきゃいけないっていう話が出てきたじゃないですか、うん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 、そうですね。だけど古文訳すの難しいじゃん、はい、なのに国立の古文だとじゃあそんなに難易度上がるのって話になると思うんですよ、はい、うん、どうなんですかそこは。で実はですね、はい、古文の文そのものの難易度でいうと、はい、国立などの記述論述がある古文ってのは簡単なんですよ、はい、へえ、うん、そうなんですね実は、うん、だけど、はい、やっぱり記述しなきゃいけないっていう点を考えると、はい、かなり正確に訳が把握できなきゃいけないから、はい、今まで以上にちゃんと読めなきゃいけないっていうのがあって、はい、なるほど。しかもそれが記述で書けなきゃいけないというふうになるわけですね、はい、なるほど、うん。国立で言って記述がある人だったら全然全員みんなこの記述の問題集をやらなきゃいけないんですけど、はいはい、まあ、どういう、問題集をやっていくのかっていうと、はい、大きく2冊ですね、はい、まあ、本当は3冊あったんだけど1冊ちょっと絶版なのか書いてるのかちょっと今、ね、雷神古文が、あ、うん、雷神古文 あれよかったんですね、薄いけど、うん、強いやつですね、ね、はい、まあ、それ以外の2冊として、はい、入試先生問題集の古文、かわいいやつですね。かわいいですね、うん、これは。いや、先生これ現代文は割と私立向けなんだけど、はい、古文の方は結構記述多くて、はい、まあ、国立で結構使いたいかなっていうのになってます、はい、で、まあ、問題の難易度は高いけど解説詳しめで、はい、結構割と古文は量が多いんで、はい、うん、しっかりやっておいてほしいかなと、はい、でこれが終わったら、国語の記述といえばこれということで、はい、得点ダッシュ出ました。得点ダッシュシリーズ、うん、はい、でこれをやってみりゃ分かるんだけど、はい、古文の記述問題っていうのは実は自分が最初から言ってた省略を補って書かなきゃいけない回答がすごく多いんですね、うん、そうなんですね、うん、指示語の内容を明らかにして書きなさいみたいなのが、はい、今までの内容読めてるかみたいな。だから、はい、普段から省略を補う練習してるとこれの難易度が凄まじく下がります。お、国立の古文の読み方もかなりハードルが下がるんですね、はい、はい、うん、なるほどですね。まあ、割とその例えばその国立の記述問題なんかで、はい、まあ、みんなが結構気になってる例えば東大の古文漢文なんかは、はい、一般的に古文漢文は満点で来年受けて言われるんですよね、東大みたいですよね、うん、はい、この理由っていうのが文章そのものは難しくはない、はい、で正確な回答ができれば点数がもらえる、はい、でその正確な回答っていうのはさっき言ったような指示語を明らかにした分かりやすい訳なりが書ける、解釈が書けるっていう、はい、になってればいいっていうふうになるわけですね。なるほど、うん、これは細かいですね、うん、古文の読み方がちゃんと分かってる人だったら、うん、しっかり解けるようになってる、はい、だ読んでみたら割と内容分かんだなっていうのは分かると思うんですこの段階に入ると。だけど、うんうんうん、じゃあいざ正確に読めてるか訳せるか書けるかってなるとやっぱそれは難しいわけ、ね、また別の問題ですよね、うん、はい、だから国立の記述に入る段階では記述の練習以外の新しいことはできなくてやんなくて済むようにしといた方がいい、うん、そのためには普段の古文の文章を当たるときから、はい、そのどうやったら読めるか、なぜ古文が読めないのかっていうさっき最初に言った省略の補い方をちゃんと練習して、はい、読む部分では苦戦しないようにして回答の書き方だけをしっかり身につけようっていう話になるわけですね、はい、うん、で心当たりにかかる時間っていうのは、はい、大体まあ2ヶ月程度あれば皆さん終わるかなっていうふうには思います、うん、なるほど、うん、なので、はい、それをね、早い段階で、はい、まあ、しっかり仕上げていきましょうという話なわけですね、はい、はい、ということで、はい、うん、古文をね、まあ、はい、特に最初の読み方をかなり重点的に説明しその後の参考書の、ね、はい、順番とかも割と順に説明してきましたが、はい、古文で意識しておってほしいのは特に今回自分が説明したやり方っていうのは、はい、やっぱり古文を何すればいいのかが分からないで勉強するのはやめてほしいっていうのがやっぱり一番言いたいことではあるんですね。山口先生、はい、
このね、今回の動画でも紹介したような、はい、いろいろな勉強法とかさ、うん、各教科の参考書とか、はい、うん、いろいろ受験についての情報とか、はい、めちゃめちゃいろいろ載ってるサイトあるじゃないですか。ありますね。あの逆転合格 .com ってサイトなんですけど、はい、それがね、こちらから、飛ぶことができますね、はい、こちらですね。で、まあ、これ見てもらえれば本当に滝大塾のやり方全部書いてあるんで、はい、だちょっとね、文字だと辛いなって人向けに動画もありますね、はい、この滝大塾チャンネルっていうね、はい、こちら、そうですね、この登録がこちらですよね、はいはい、こちらに行ってもらえればね、あの過去の動画も全部見れますので、はい、うん、ぜひ見てもらえればと思います。です、うん、中西さん、もう一個ありますよ。おさらになんとこの下、うん、あ下、ね、はいはい、コメント、あ、そうだね、ね、はい、うん、この動画を見て、なんか疑問に思ったことは、はい、もう僕ら一つ一つ返していきますんで、はい、もう皆さんもう続々とコメントしてもらえればと思います。はい、はい。